こんにちは、三兄弟二郎です。今回は福井県あわら市清滝にある狩安山展望台に行きます。チャンネル登録お願いいたします。狩安山森林自然公園に来ました。で、今現在地がここで、今から展望台の方に行きたいと思います。こっち側はキャンプ場があります。展望台はこちら側です。では行ってみましょう。狩安山森林自然公園はドライブウェイ、ハイキングコース、展望台などが整備されています。バードウォッチングやブナの巡林をはじめとした豊かな緑の中での森林浴など自然を満喫できます。今日は展望台を中心に紹介します。展望台の前に駐車スペースがあります。では登っていきましょう。ここが狩安山展望台です。あそこが駐車場です。すごいいい眺めです。あら、ここ響くな、声が。パネルがあります。こちら側は堺市、あわら市があります。こちらを回って一周すると、あちら側がこう小松市、小松ドーム、まあ、石川の方の景色が見えます。あっち側が石川県の方の景色。あまり、小松ドームがかすかに見えますが、この映像では見えないと思います。ということで、こっち側が福井側、こっち側が石川側、360度とは言わないですけど、こっちは木があって見えません。キャンプ場の方は iPhone で写真を撮りました。一人ソロキャンプをしている人がいました。
三兄弟次郎が福井県あわら市清滝にある狩安山展望台を紹介しました。チャンネル登録お願いいたします。ではまた。